聞こえる？大丈夫？ちょっと、いや、大丈夫？聞こえる？ゲーム音聞こえてる？ゲーム音聞こえてなさそうだな。お声が聞こえてない。マジで言ってる？うそーん。ゲーム音も多分聞こえてないな。じゃあやり直そう。ちょっと待って。これで、これでいいのかな？聞こえた。ちょっとやり直すわ、じゃあ。待って。作戦中止。もう一回読むね。ごめんね。教えてくれてありがとう。聞こえてなかったか。はず。じゃあちょっとローザーでいきます、ついに。聞こえた。よかった。行きましょう。崖崩れを越えて。声が聞こえました。多分ゲーム音もこれで聞こえたんじゃねえかなと思ったよな、きっと。ごめんね、お探ししました。ありがとう、教えてくれて。助かったよ。みつきさんいらっしゃい。お、人が大勢いるぜ。ランバートさんもいる。なんでしゃいらっしゃい、くじってね。みつきさんもいらっしゃい、くじってね。こんなところで何やってんだ。困ったことになってな。この子、こないだの。この子の両親の容体が悪化しな。薬と輸血用の血液がいる。だがオートマンが崖崩れを起こしやがった。最悪だ。すぐに薬が必要だってのに、輸送車が崖崩れに巻き込まれた。なんとか薬だけでもと思ったが、瓦礫に埋まって手が出せん。その上オートマンも嫌がる。お手上げだ。これ罪だろ、もう。あと数分しか時間がないんだ。すぐに薬を持っていかないと。崩れた岩の向こうに車があるんだな。その車をこっちまで持ってくればいい。そうだよな。しかし、大丈夫。なんとかしてるよ。無理だ。考えてみろ。すべての岩をどけて、輸送車のところまで疾走。なおかつオートマンと戦い車を運んでくる。それも時間はほとんどない。不可能だ。おやすさんがそんなこと言うなよ。できるさ。不可能を可能にするために必要なものが二つある。一つはよく整備されたマリオネーションギア。もう一つは腕のいい人形使い。二つとも揃ってる。頼むぜ、相棒。行くぜ。まず岩をどける。そこから輸送車をここまで運ぶんだ。オートも緩いから気をつけろ。任せろ。行くぜ。まず岩をどけるのが仕事な。よいしょ。はい。なんか。まあまあ、でもな、5分ありゃなんだかなんだろう、多分。オートマンは倒さなきゃいけないんだっけ？ちょっと待って、岩が全然動いてくれないんだが。これでも岩ぶっ壊した方が早いんじゃ、いや、これ無理か？これ大丈夫か？岩にね、一定のダメージ与えるとね、壊れるんですよね。投げても戻ってきちゃうな。じゃ、せめて通行の、でも道は意外と開けてるかも。こいつさえなんとかなるよ。よっしゃ、オッケー、よし。いや、作業用マリオネーションギアは楽だね、こういうのが。いけんじゃない？よし。で、輸送車を。やばい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 、結構やばい。輸送車がやばい、やばい、薬と血液、ギャース。すいません、上からオートマンが降ってきたんですが、それは。マジで言ってる？はい。ちょっと待って、壊せ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 。よいしょ。通路を確保、まずは。上からオートマンが降ってくる。岩、100本言って岩だろ。このでかいのだな、肝。これ地下、これのが、よく持ち上げられんな、こんなの。急いで行って、ちょっと。待って、いけるか、いけるか。よし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 、逃げろ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 。出し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 。急げ急げ急げ。いいぞいいぞいいぞ。奪った奪った。素晴らしい。なんという手際でしょう。最短経路で突っ走る。で、これでクリアかな。はい、余裕。最高じゃん。俺最強。ありがとう。やるじゃねえか。
これがマリオネーションギアだろ。どんな作業もこなす万能メカ、大抵のことは簡単にやっちまう。そうだな、そうだったよ。さあわしらも病院行こう。薬さえあればみんなすぐに良くなるぞ。うん、わあ、ようやくあの女の子に笑顔が戻った。やったな、敏郎。うん、これさ、タオル巻いてんのが俺かと思ったら違うんだよな。あの子もいつか分かってくれるさ、マリオネーションギアのこと。母感謝の夢だった、そうに違いない。きっとそうだ、そうに違いねえ。あー、整備が、あー、使えなくなっちゃった。ローザーが使えなくなっちゃいました。コマントティーガーを見たことある。あれがベルソン重工の量産型マリオネーションギアよ。すでに数百台が生産されてるみたい。途方もない数、八工房の全てが10年かけて生産する数よ。マリオネーションギアの歴史は変わろうとしている。工房が手作りで人形を作る、そんな古き良き時代が終わる。人形師と人形使いはいなくなり、戦闘兵器とそれを操る傭兵たちの時代が来る。コマンドティーガーね、やっつけないといけないよな。なんとかどっかあるかな、次のミッション。そろそろコマンドティーガーの直接対決が来るんじゃん。まだ来ねえか。ハンターエルはやっつけ、あ、なんかあるわ。カークラッシュ、車系だな。よし、わかった。あ、そう、買ったんですよ。見てほら。あのね、なんとかね、あの、金作に走って、こう、新しい、あの、ロボもね、たくさん、あの、ロボっていうか、あの、マリオネーションギアも手に入れました。ベルメランも乗れるんですよ。乗ろう。ベルメランで行こう。当人人形ベルメラン。カークラッシュ。あ、なんか同じのできちゃった。同じのできちゃったよ。何こいつら。エリー、あいつらはナイトシェイドです。追跡したつもりが逆にやられてしまいました。車だと思って油断しました。車体ごとぶつかってくるのが敵の戦法です。高速で突っ込んでくる敵に気をつけて。東昇さんも車での体当たりなら応戦できるはずです。私のことは気にせず戦ってください。敵者との正面衝突は避けて、側面から後方、側面か後方を狙うんです。待て。ああ、しまった。まあ、エリーもベルメランだったな、そういえば。行きましょう。一速、二速、三速。左で俺の、なんか慌て具合が分かっちゃうの、やだな、なんか。おらー、あ、くそ。ギャ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 。こんな回さないよ普通。後方からやつでもスピード、あーやーで、こいつらめんどくせえな。ゲットーン。気持ちがいい。おい。神風してきたんですが。え、なに、奴らそういう精神なの。いや、神風スタイルなの、まさかの。あ、くそ。ハンドルがすごい回っておる。ハンドル必死に回しております。これ、あの、僕のね、いわゆる DS の下画面なんだけど、これで操作するんですよね。マリオネーションギア、ロボット。変形もできたりするから、これがね、楽しいんだよね、結構。えい、ー空中変形。で、くそ、こいつらマジで神風してきやがる。一速、二速、三速。えい、あ、くそ。すげえぐるぐる回って、必死にこう追っかけてるのがバレちゃうなこれ。おし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 、後ろについた。ドッグファイトならお任せあれ。いいを作っておりゃー。当たれー、当たれー、当たらない。うまい、こいつ。これならどうだ。はい、あ、くそ、あれ、おら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 、おい、おら、どこだ、おら、ふん、あ、くそ、ふん、ふん、あ、くそ、やっ、すごい当人に、よいしょ、キャー。
あの、全部敵側の突っ込んできただけなんですが。東城、よくやったね。あいつらナイトシェードの偵察隊だよ。守りの良そうな町を探して本体に情報を流してたんだ。これでナイトシェードを弱らせてやれたよ。それとエリア病院に運んだよ。大丈夫、心配ないよ。黒車輪、おー、輪行棒、ついに新しい機体が。なんでしょう、一体なんだ、輪行棒か。輪行棒の機体はかっこいいからな。人形買う。あー、なにこれ、装甲人形プロトタイガ。輪行棒が開発した最新型人形。まだ試作段階だが、それでもガウス以上の性能を持つ。太鼓のバチのような2本のメイスを持ち、連打で戦う。やや安定性に欠ける。でも買う。俺このためになんか頑張って金稼いだんだ俺。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやってるので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東城でした。またねー。